皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。本日は今日もおつかレモンティー風味ですね、プロテインですけどレモンティー風味デビューしていきたいと思います。研究とね、試作を重ねて納得できるね、レモンティーがね、完成しましたんで、早速ね、飲んでレビューしていきたいと思います。こちらのね、プロテイン1キロパック購入していただくと、赤い袋に入ったスプーンが付属してまいります。こちらの方にね、パウダーをすり切って入れていただくと、だいたい 30g 計量できるようになっておりまして、それを水に溶いて飲んでいただくと、タンパク質が 20g 取れる設計になっております。ぜひこちらご活用ください。で、お水の方はね、150から300ミリぐらい入れてね、飲んであげればいいと思います。濃いのが好きな方は水を少なく、薄いのが好きな方は水を多くして飲んであげればいいと思います。お好みでね、調整してあげてください。パウダーはね、このような感じですね。色は見た感じね、通常のね、白いパウダーとそういないと思いますね。パウダーからはね、紅茶葉のね、いい香りがしております。まだね、レモンの感じは感じないですね。それではこちらのね、スプーンにすり切って1杯入れていきましょう。よいしょ。シェーカーを逆に回して、勝ちと言ってからしっかり締めてあげます。間の泡立ちもね、ダマももうほとんど見られないですね。綺麗に溶けております。色味はね、若干ね、黄色っぽくなるんですかね。水にね、溶かすと紅茶葉のね、いい香りですね。レモンをね、しっかりで、ね、感じることができる香りになってますね。もうこれはレモンティーですね。非常に美味しそうですね。じゃあ早速ね、飲んでいきたいと思います。いただきます。うまっ。ほんまにこれ、プロテインなんですか？リアルに。マジですかこれっていう。むちゃくちゃレモンティーですね、本当に。マジで美味しいです。口に入れた時に、まず最初に紅茶葉とレモンの感じがね、来るんですよね。その後にね、固形感がね、出てくるのかなって思ってたんですけど、飲み終わった後もミルク感とか固形感をほとんど感じることがありませんでした。最初から最後までお口の中がレモンティーですね。非常に幸せでした。これは、ちょっと一口目、衝撃受けますよ。いや、それぐらい今回のちょっとレビューはね、度肝を抜かれた商品ですね。今日もおつかレモンティー風味の星5段階で評価つけていきたいと思います。甘みに関しては星2つとなります。ほのかにね、いい感じに甘い、本当にレモンティーのね、感じをうまく再現できてたと思います。酸味に関しまして星3つとなります。レモンティーのね、紅茶葉のね、香りであったり、レモンのね、爽やかなこう香りが抜けてね、非常に幸せでした。スッキリに関しましても星3つとなります。最初からね、最後までずーっとね、こうレモンティーのね、スッキリな感じが残っていました。クリーミーに関しましては星1つとなります。ほとんどね、ミルク感、ホエー感をこれまで飲んできたプロテインの中でほとんどね、感じることがなかったので、クリーミーに関しましてはもう星1つとなります。甘みに関しましては星2、酸味に関しましては3、スッキリは3、クリーミーは1となります。ぜひね、商品購入の際のね、検討材料としてください。今日もおつかレモンティー風味の栄養成分表示ですね。1食 29g あたり、エネルギーが 112.2kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.8g、 炭水化物が 4g、 食塩相当量が 0.1g、 ビタミン C が 41.5mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。これまでね、非常に数多くのお客様からね、ご要望をいただいておりましたレモンティー風味ですね。見事にレモンティーのね、味をね、再現できてたと思います。プロテインのね、固形感であったりミルク感がね、苦手だっていう方、ぜひね、こちらのレモンティー風味一度お試しください。一口目にね、衝撃受けること間違いなしのレモンティー風味、おそらくね、かなり早い段階でね、完売してしまう人気商品になると思います。ぜひお早めにご購入ください。動画のね、
概要欄の方に商品ページに飛ぶね URL を貼り付けておきます。ぜひそちらから飛んでご購入ください。それではね、またね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。